彼女と付き合って2年、こんなに会わんかった日が続いたのは初めてかもしれん。最後に会ったのは1ヶ月ほど前、そして今日2人の関係が最後になる。そんなことないって。それは上司の方が間違ってる。君は全然悪くないよ。やろ、めっちゃ腹立つ。割り込みした上に足踏んで謝りもせえへんねん。そいつは君の魅力を分かってへんねん。で、チケット取れた？あ、ほんま、よかった。へえ、髪型変えたんや。そうやねん、チャリンコで転んでさ。はよ見てみたいな。足から血がだらーって。ほな似合ってるわ。そんなんちゃうわ、服も破れたし。あ、気にせへんて。あ、今度また会おうな。だから土曜日は絶対ね。もちろん。じゃ、バイバイ。じゃ。仕事忙しい。うん、まあね。これって全部女の子の番号？何してんねん、ただの顧客や。勝手に見んな。レンタル彼氏ってそんなに儲かんの？ただの仕事や。そう。今度の土曜日空いてるけど、何してる？さっきユキちゃんと約束してもた。日曜は空いてんで。日曜日は仕事や。そう。なあ、これからドライブでも行かへん？ごめん、今日はあると思ってなかったから沙織と約束してんねん。そんなん断ったらええやんけ。そんなことできへんわ。友達より彼氏を取ったなんて思われたくないし。それに、もう行かない。あ、そう。女の友情なんてガラスより壊れやすいわ。シャネル、そんな金あるかな。彼女とはもう終わってるような気がした。彼女は俺を必要としてないし、俺かって。対応しか入ってんの。仕事も忙しかったし、クリスマスイブやとは気づかへんかった。実はな、今日友達とパーティーやってんで、断ってきてんから。そやから。だから。そやから何やねん。イブやねんから、会うんやったらもうちょっと早く連絡してよね。たまたまこの日しか会いてへんかってんから、しゃあないやろわ。なんなんその言い方、イブに呼んどいて。勝手にイブや思っとったのはお前やろわ。俺がクリスマスパーティー一緒にしようなんて一言でも言うたんか。めっちゃムカつく。そんなに私とイブ過ごしたくないんやったら。もしもし、トシコ、どないしたん？彼氏に会われへんかったん？かわいそうに、トシコみたいなかわいい子ほっといて仕事へ行くやなんて。そんな彼氏、アホやな。
俺やったら真っ先に仕事ほったらかしていくで。うん、トシコの元に。そうそうそう。それからあ、もしもし、よしみデートすんねん。え、うん、高層ビルのレストランか。この間彼氏と別れたって。そう、最上ほんでさ、三つだけ神様。そうなんや、うん、なかった。ほんでじゃあ夜景の見えるところでな、ワイン片手に二人で愛をささやくねん。どないこれ。あかん。そう、満天の星空と、それから床一面のバラの花と、ほんで君に告白する勇気が欲しい。仕事やったら私帰る。ちょっと待って、まだ行きます。どこにあったとはな。よっぽど大切なもん見つけたんやな。なんかええ年越えてベタベタしすぎや。あ、俺の携帯も届いてるかも。おい、おっさん。はい。何でしょう。
俺の携帯届いてへんか。私の。ああ、あなたたちですか。お二人の落とし物はここには届いてませんよ。はい。おい、おさん。おさん。お前、調べもせんと何言うとんねん。はい。ここに届けられる拾得物は人通りはちゃんと把握しておりますもんで。はい。あ、あれ。ん？あれやんけ。おさん、それ取ってくれ。何が人通り把握してますやねん。はい。これ本当にあなた方の落とし物なんですか？はい。何寝ぼけとんねん。俺のに決まってるやないか。はい。ない。ないないない。おさん、メモリー入ってんけど。はい。私のも、どうなってんの？はい。はいはいやないやろ。だから言ってるじゃないですか。はい。本当の落とし物は携帯電話ではなく他にあるんですよ。はい。そやから俺らの忘れ物はこん中に入ってるメモリーやねん。はよ出してくれ。ねえ、なんなん私らの落とし物って。本当の落とし物はあなた方で探してください。あの男とお二人ならきっと見つかりますよ。お前ら落とし物探すのが仕事やろが。え、探すのが仕事なん？こう見えても私は結構忙しいんで。はい。おい、おさん、どないなっとんねん。今晩俺三軒も仕事入ってねんぞ。ねえ、なんとか言ってよ。私らどうしたらいい？とにかく早メモリ返せ。県外やぞ。今の日本にこんなとこあんねんな。なんかここにおったら落ち着くな。どこか分からへんのに。それはお前がアホやからや。あの子も落とし物探してるんかな。おい、やめとけ。最近のわけは何さらすか分からんぞ。ねえ、君もなんかなくしたん？大切なもの？一人で来たん？お母さん、お父さんは？おい、ガキ、なんか喋ったらどないやねん。どこでなくしたんだろう。あったらやけど。本当にここにあるですか？お待たせ。あ、間違えた。本当の落とし物は自分でお探しください。はい。どこ探してもありませんです。あなた早く探してください。おっと、こう見えても私は結構忙しいもんで。はい。私会えなかったら困るよ。ここは外と違って暖かいな。おいおい、君たちも落とし物か。何なくしたんだ？携帯のメモリー、わかる？何がおかしいねん。仕事できへんねんぞ。仕事。
携帯のメモリーが。いいよな、最近の若いやつは適当に仕事してて、携帯のメモリーなんかもともとないようなもんだろ。なんやと？ひでちゃん。ひでちゃん。お前ら若者は切れればかっこいいとでも思ってるのか。こっちはな、そんな奴らを毎日愛人してるんだ。どうぞ切れてくれ。こっちは痛いだけだが、そっちには何の解決もならないよ。うっせえ！何様のつもりじゃ！私は高校の教師だ！教師と聞いてはさすがに殴れないか。ああ、まだまだ子供だな。せえ！じゃああんたは何を落としたん？君みたいに物の価値がわからない人間に言っても無駄だ。人に聞いといて最低やな。なあ、あんたも子供みたいやで。私は人の一生を左右する大切なものを落としてしまったんだ。そんなに大事なもんな。ああ、学期末試験の答案用紙よ。なんや、そんなもんか。そんなものとはなんだ。そんなものとは内申書にも影響する大切な試験なんだぞ。それこそしょうもない。先生が偏差値ばっかり見てるからろくな生徒が育たへんのちゃうんか。生徒を偏差値以外で評価してやられへんのか。君に言われなくてもな、そんなことはよくわかっている。いくら学歴社会じゃないと言ったって結局は出た大学で決まっちゃうんだよ。不景気の今だからこそ大学が大切なんだ。私の生徒はそのことをよくわかってくれている。だからこそ懸命に夜遅くまで勉強しているんだよ。わかってへん。そんなん自分が大切なだけで、そんな髪切り生徒はこれっぽちも大切じゃ思てへんねん。夜遅う勉強やのうてドラッグでも買いに行ってんちゃうか。なんだと？勉強できるやつもな、大切かもしれんけどな。それ以外のやつも世の中にはおるんや。これは大学にも行かずフラフラしてるやつの考えだ。私の生徒はお前とは違う。やめてよ。俺話すよ。話すよ。おい、何がおかしいねん。二人とも面白いね。何やと。君中国人だろ。日本のシステムが分かってないんだよ。分かります。二人が落としたもの大したことないです。回答用紙謝ればすぐに許します。携帯だってちょっと仕事に失敗しただけ、よくあることです。じゃあお前はよっぽど大切なもん落としたんやな。そうなのです。悲しいです、とても悲しいです。上海に残してきた家族の写真落としました。何やねんそれは。中国人はな、そんなことばっかり言ってるから仕事が遅いんだよ。私は仕事よりも家族が一番大切なのです。そんな写真なんかな。そういうのなんかいいよね。家族いつも気にかけてて。そう、中国では当たり前のことです。日本人家族大切にしないね。家族よりも仕事、家族よりも会社の付き合いなのです。そうそう、日本人は仕事が一番、家族はその次。日本人結婚します、愛は終わりですか？結婚せんでも長いこと付き合ってたらそうなんの。あいやー、寂しいね。愛は永遠のはずなのに。私の奥さんは私が日本から帰ると必ず餃子を包んでくれて。そんなに家族が大切だったら中国帰るよ。帰りたいです。でも私日本で働いてんの、上海に住む家族のためなのです。子供の進学、奥さんにももっと綺麗な綺麗な服買ってあげます。そのためにも今よりももっともっと稼がなくては。私は会社の進める赴任の話受けました、引き受けました。家族は
私の赴任を受け止めてくれました。あなたには大切な人いないですね。そんなんあんたの勝手な解釈や。家族は一緒に暮らすのが一番って決まってるやない。私の奥さんはあなたと違って私を信じます。どうだか、あんたは中国で暮らしている奥さんの気持ちを考えたことがあるの？生活も子育ても女に押し付けて、家族で買い物もできへん奥さんの気持ちを考えたことがあるの？そうや。はよ台湾でも中国でも帰れ。あんたもこの子と付き合ってるんやろ。女は好きな男にそばにいてほしいもんなの。もっと大切にしたったらどう？俺かよ。そうよ。さっきから聞いてりゃあんたら大の男がガタガタうるさいんや。まったくだらしないね男は。そう思わね？そう。最初はね、うまいこと言うてくるんよ。最初はね、都合が悪くなるとすぐ逃げ出しちゃう。結婚して子供が生まれたらもう最悪や。家のことは見向きもせんで仕事ばっかり。男選びを間違えると一生台無しにするよ。あんたも気ぃつけや。何やねん。私騙されるとこやってん。そりゃ危なかったね。何？また俺が悪もんかよ。勝手なことばっかり言うなよ。勝手なんはヒデちゃんの方やろ。お前かって都合ええな。都合のええ時だけ彼氏扱いして、俺より友達と遊ぶ方が楽しいやろが。だがいつも忙しいって言うからやんか。一応まで仕事なんか信じられへんわ。確かにあんたと話したい。電話してきたらええやんけ。俺より友達に電話するくせに俺の携帯には一個も電話かかってけへんぞ。携帯は仕事用やから電話すんなって言ったらあんたの方やろ。そうなんやと？全部俺悪いんかい。そうだ、女は男女平等と言っておきながら、いざとなったら男を頼って悪いことはすぐ男のせいにする。そんなことないわ。誰があんたらみたいな頼りにしますか。デブは引っ込んでろ。デブで悪かったまで。なんじゃこの子。あんたなんか先生たちのこと守ってくれへんし頼りにならへんわ。さあ、あんた最低やね。女は泣いたら勝ちだと思ってるんだろ。あんたも女心も分からんで、妖精子の気持ちが分かるなんて言えるね。生活と子育てに追われて、それでもね、若い頃は好きな男と一緒に暮らせるだけで耐えれたわ。でも夫の浮気がバレると私のせいみたいに言うて、ぷいっと私と息子を捨てて出て行ったわ。彼を見てると嫌なことも思い出すわ。おばちゃん子供おるんや。ああ、もう9つになるよ。二人で頑張って暮らしてるんや。最近はそうでもないんや。夫が出てってから女手一つで、あの子を父親がおらんでも立派な大人になるように育ててきたつもりなんやけど、最近は学校も行かへん、私の言うことも全然聞かへん。そりゃ厳しくしたこともあったけど、最近は意味もなく暴れるんや。甘やかしたつもりはないんやけどね、あの子の私を睨む目は夫の顔にそっくりや。昔は優しいいい子やったのに、一体あの子はどうしちゃったんやろう。怖いや。僕は大人がみんな怖いんや。お母さんも学校の先生も僕が何を言っても聞いてくれへんやんか。怒ったり殴ったりすることもある。それが怖いんや。先生はそんなことないぞ。先生に話したいのは勉強のことだけとちゃうんや。私子供と仲良しです。何でも話し合いますね。でも子供と暮らしてへんやんか。お母さんは何でも聞いてあげてるわよ。嘘や。お母さんは僕のことなんか何も知らんくせに、僕らが小学校で友達と何をしてるとか何を考えてるとか帰り道にどんなことがあるとか分かる？
そんなこと言っても聞いてくれへんやんか。先生もお母さんも中国人も勉強のことばっかり。大人はみんな僕の気持ちなんて考えようとせえへん。大人は嫌いや。おじいちゃん、どうして大人は自分のことしか考えへんの？君の名前は何て言うかな？錦織慎吾。うん。慎吾君の言うように、大人はみんな自分のことばっかり考えと。自分のことばかり考えるのが大人だと思っている若者もいる。なんでかわかるかな？うん。それはな、大人がそのことに気ぃついとらんからや。嘘や。先生が人の気持ちになって考えましょうって。そう、先生も君も大人も子供もみんなそんな簡単なことは知っとるんや。でもな、実際にはなかなかそれが行動には移せんのや。忘れてるから、慎吾君は桃太郎の話知ってるかな？うん。桃がどんぶらこどんぶらこ、猿とキジと犬と一緒に鬼ヶ島に鬼退治に行くんや。そうや。桃太郎は偉いかな？うん、強いんだ、とっても。そう、桃太郎は鬼を退治する勇気があったんだね。じゃあこんな話を知ってるかい？鬼ヶ島の鬼の話。鬼の話、怖くない？うん、怖くない。鬼ヶ島の鬼たちはな、毎日家族と仲よう楽しゅう暮らしとったんじゃ。ところがな、ある日のこと、食べるもんがなんもなくなってしもたんじゃ。それでな、鬼たちは仕方なく人間の住む村へ行って野菜を取ってきてしもたんや。泥棒や。やっぱり鬼は悪いね。慎吾くんはお腹空いた時ご飯食べるだろ？うん、カレーライス。ところがな、鬼の子供たちは食べるもんがのうて毎日毎日泣いとった。もちろんカレーライスもんなもん何にもない。鬼は怖いけど鬼の子供はかわいそう。そうや、村へな、鬼の鬼たちが取ってきた野菜を持って帰った時、子供たちはごっつ喜びよった。それでな、みんなその美味しい野菜をバリ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 食べてな、それからまた楽しゅう暮らしたということや。鬼の子供も元気になった？そうよ。ところがな、ある日のこと、ふっと海の方を見たら、遠くの方から一艘の船がだん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 こっちの方に近づいてきよった。もしかして桃太郎？そうや、桃太郎が犬と猿とキジと引っ張ってきて連れてきて、そして鬼ヶ島へやってきて、ほんで野菜を取った鬼たちを懲らしめよう思て島の中大暴れしよったんじゃ。それでみんな鬼たちはあちこちで角パキンと折られたり、足パキン折られたり、犯罪な目に遭いよった。鬼たちは家族みんながこんな痛い目すんのかなんから、
それで鬼たちは桃太郎にすまんって謝ったんや。もし慎吾くんが鬼だったらどうする？桃太郎に仕返しに行く。おじいちゃんは昔だったらそうしたかもしれんな。でもね、桃太郎のお話の最後はおじいちゃんとおばあちゃんと桃太郎と平和にいつまでも暮らしたんだとさ。鬼は仕返しに行かなかったんだ。そう、鬼は野菜を盗んだ時自分のことしか考えていなかった。桃太郎も村人が困ったのを見て鬼がどうして野菜を盗んだのか考えずに鬼を退治してしまったんや。二人とも自分のことしか考えなかったんだ。みんな知ってるんだよ、人の気持ちを考える大切さは。でも普段は気づいていないんだよ。どこかへ落としてしまったのかな。お母さんも子供のこときちんと考えていなかったのかもね。自分の子供のこと嫌いなお母さんなんておれへんのよ。慎吾君のお母さんだって慎吾君にちょっとでも幸せになってもらいたいと思って一生懸命だったに違いないわよ。おばちゃんも子供好き？ええ、でもお母さんの勝手な勘違いやったんやね。息子のためやと思ってやってたこと全部自分のためやったんやね。きっと息子が何を考え何を感じて何を思ってたかなんてちっとも考えてなかったの。ごめんね。おじさん、もしかして私たちの落とし物って？はい。あなた生徒一人一人の気持ち考えたことなかったですね。そう、私の言う生徒は大学に行く生徒だけのことだったんだな。私そう家族のこと考えてたつもり。でも奥さんからも息子からも本当の気持ち聞いたことがなかったで、考えたこともなかったです。奥さん、本当はあなたにいてほしかったんじゃなかったのかな？そうかもしれないです。急に家族に会いたくなりました。よしよし、君は家族に会いに行け。私は明日の授業はホームルームに変更だ。もしかして俺に話したいことはいっぱいある？ひでちゃんこそ最近疲れてるんじゃん、仕事。そうかもしれへんな。俺も美穂のこと考えてなかったと思う。私も意地張ってた。自分で分かってて。なんやろ、俺らの落とし物ってこんなもんやったかな。こんなもんでも見つかってよかった。あのおっさんが本当の落とし物は、はい、なんて言うから、あのおっさんが本当の落とし物かな思ったわ。落とし物ですか？はいはい、そ
それがどうしたんですか。はいはい、落としたのは落としたんですけど、何を落としたんかよう分からんのですわ。先日会社で冬のボーナスの代わりに退職勧告が出されまして、それ以来なんか落としたような気がして。うまいこと言うな。私何落としたんでしょう。それは奥さんとご一緒に探してみては。はい、奥さんはもう見つけられてるかもしれませんよ。はい、今ならまだ帰れますよ。はい、それにしても電車もあんまり来えへんこんな駅に、よくもこんなに落とし物取りに来る人がおるよな。そういえばそうですよね。いや、あんまり居心地がいいから帰るの忘れてましたよ。ここは日本のどこですか。帰りはどうすればいいの。俺らも帰るわ。電車あんの。はい、あなたたちはもう帰ることができませんよ。はい、何わけのわかんないこと言ってるんですか。残念ですが、もう普通の生活に戻ることはできませんよ。はい、冗談はやめてくださいよ。おはよう帰らんと。皆さんはもう死んでいます。さしずめ、ここは人生の終着駅というところですかな。はっ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 は。そういえば答案用紙をなくして眠れなくて、いつもより多めに睡眠薬を飲んだような。私は貧血で倒れて、それから私車運転しました。疲れてました。気がつくとガードレールが近づいてきて。そういえば私らも喫茶店を出て、あんたが呼び止めて。日本、私らほんまに死んじゃったん。死んだって感じあんまりしませんよね。ここは本当に天国ですか。天国はもう少しですよ。ここは人生で一番大切なものを落とした方が亡くなるとき最後に探しに来るところです。はい、でもそれも明日の朝まで。東の山にお日様が顔を出すまでのことですよ。はい、皆様はそろそろ大切な落とし物を見つけられたかと。はい、うるさい。俺は死んでへんぞ。おっさん、おとぎ話話のちゃうんじゃ。みんなも何納得してんねん。信じても信じなくても日が上がるまでのことですよ。はい、やかましいじゃん。何やとは。出てよ。うるさい。大体な、お前と付き合ったが間違いやったんや。何その言い方。私が殺したみたいやんか。ああ、そうやないか。お前だけが勝手に死んでくれたらよかったんや。なんだ、あんたなんか見損なったわ。俺に見たくていい加減にしないと。先生は関係ないわ。なんだと。何でもよから俺の人生返してくれよ。
すみません。はい。せっかく見つけたものをまた落としてしまうんですか。大切なものをまた落とすなんて、そのうちに火が上がってしまいますよ。はい。僕は今なら生徒の気持ちをもっと分かってやれるのにって思うんです。もう死ぬんだけどな。人生って短いもんなんやね。生きてるうちに大切なもん見つけて、もっと息子と話しておけばよかったわ。死は必ず訪れます。でも愛する家族にもう会えないのはとても寂しいです。でもあなたは愛する人と最後まで一緒にいられてとても羨ましい。すいません、どこ開けてください。おや、何かご用ですか。落とし物を届けに。そうか、偉いな。落とし物を探しに来たんでないから、このドアがなかなか開かなかったんだよ。じゃあこれ。はい。外は寒いから中へお入り、あったかいミルクティーがいいかな。もう行かなきゃ、弟が待ってるから。そうか。はい、ではこれ確かに預かりましたよ。お父さん、お母さんが来るまで兄弟仲ような。はい。あ、転ばないようにな。クリスマスにこんな大切なものを落とすなんて。これってクリスマスカードちゃうの？これってプロポーズ？こんな大事なもの。でも引き取りには来ないでしょう。彼には落とし物はないようですから。それに彼女にはきっと彼の気持ちが伝わっていますよ。はい。クリスマスか。今日ってクリスマスやねんな。このまま死ぬんやったら最後にクリスマスパーティーやりたいな。みんな知っていますか、小さな駅の湯気、釣りもケーキもない、優しさだけのメリークリスマスを。大切な落とし物放って未来へ。
楽しかった楽しかったって、俺らもうすぐ死ぬねんぞ。何がおかしいね。だって私ひでちゃんと付き合った頃の日記に、二人で結婚してお互いおじいちゃんおばあちゃんになっても仲良く一緒に手をつないで歩いて、死ぬ時も一緒に死にたいって書いて。俺も。ほんま？ひでちゃんも？嘘。でもちょっと早いけど死ぬ時まで一緒。みほ、足大丈夫か？気にしてくれてた。アホ。そういえば喫茶店出て何か言ってたよな。何でもない。何気になる。何でもないって。そう、じゃあこれ。何これ。私専用の電話。もう行きます。あ、はい。落とし物は見つかりましたか？ああ、早く生まれ変わって生徒に教えてやらなくては。勉強よりも大切なものが人生にはあるんだって。そうですか。また生まれ変われるかどうかわからないけどな。私の魂は中国まで帰れますか？はい。よかったです。今度は家族守ります。ずっとそばにいて。大仕事ですね。生きてる間にもっと真剣に探しとけばよかった。でも最後に見つかってよかった。ありがとう。それはよかった。シーシー、私らもそろそろ。はい。おや、この子の両親が来るまで私が面倒を見ることにしたの。自分の息子も見守らんといかんし、忙しくなるわ。それはいいですね。私の息子がここに来るようなことがあったらよろしくお願いしますよ。はい。君もお母さんを見守ってあげられるかな？はい、お母さんとこのおばちゃんのせやと。じゃあお気をつけて。落とし物は見つかりましたか？落とし物なんか元からなかったで。落としてたふりしてただけ。二人とも同じとこに落としてたみたい。見つけてくれてありがとう。私は何も。見つけたのはお二人ですよ。はい。これは？もうこれはいらんな。あ、これも。もうそばにおる人と話するからいらんわ。おさん、ありがとう。じゃあ、さようなら。はい。
もう落とさないでくださいよ。あの幸せそうな顔を見るのが私の楽しみなんですよ。I'm not afraid to die.
them all.